地球の文化、それは電気と共に進化したことは明白であるが、そう遠くない未来、人類は地球の資源を全て取り尽くして、そして地球は深刻なエネルギー不足となるのである。もう人類は衰退の一途をたどると思われたが、なんと月にて新しいエネルギー資源が発見され、それを月にて電気化し、さらに無線で地球に送信する謎技術で、なんとか地球は持ちこたえたが、それは束の間の平和だった。そう、月の電力会社の従業員が、待遇に不満を覚えストライキをしたのである。電気がなくなればどうなるかわかるでしょう。すべてのインフラはストップし、経済は停滞し、そしてボートが増えて、地球は世紀末となった。それは料理界でも同じこと。まともな食べ物が流通しない地球で、人類は世紀末料理を編み出して生きながら得たのである。だが絶望するにはまだ早い。月の従業員に地球のおもてなしをして、そしてまた働いてもらうんだ。こうして伝説のフードデリバリー宇宙飛行士が人類の存亡をかけて、思いと世紀末料理を月に運ぶのがこの物語なのである。こいつは苦情ざれ事だ。ゲロイカの匂いがプンプンする風船の妄想だぜ。おー、風船やってますねー。ちょっと待てイワンコフ、今は集中しているんだ。地球より発射された宇宙船を、月の軌道エレベーターに接続しているんだよ。いやはや宇宙ではこの作業が一番難しいよね。もう毎年何人もこの作業を失敗して宇宙の木図となっているからね。だが我は伝説のフードデリバリー宇宙飛行士、ドッキングくらいは余裕ですぞ。風船はいつもトマトとキュウリのドッキングのイメージトレーニングをしてますからね。こらあ、こんなところで性癖をばらすなあ。ということでエアロックを開けて軌道エレベーターに入ったのですが、そこは無酸素空間でした。畜生。月の電力会社の従業員め、お腹を空かせておもてなし精神が欠如してるな。宇宙では施設の入り口には酸素を充填させるのは常識だぞ。というか入り口すら開いてないじゃないか。月の従業員はものすごく横柄ですな。小屋扉を開けるのに電気が必要ですぞ。おっとこれはスペース電池だ。こいつがあればあの扉を開くことができますな。それじゃあ持っていくといたしましょう。結構乱雑に置かれているのですね。待ってろ月の従業員ども、お前らのためにイギリス出身の巨匠が作った世紀末料理のフルコースを持ってきたんだ。もちろん食前酒は発酵する謎飲料ですぞ。こんなのぬか攻略アンタムじゃんかよー。すごくラット値が溜まりそうですね。まあ巨匠は発酵する世紀末料理のスペシャリストだけど、意外にもスコーンも作ったりするよ。さすが本場のバフンは違いますね。こらー、というかここは電気が来てなくて先に進めないな。でもなんとか電池を見つけて動力源に差し込んで、これで生命維持活動システムがオンラインになりましたぞ。あとはこれを再起動すれば軌道エレベーターに酸素が充填しますな。これで月に行けますねー。そしてこの施設に電気も供給されたので、軌道エレベーターに行ってみた。だがエレベーターはオフライン。今度はここをオンラインにしないと月に行くことはできなさそうだ。軌道エレベーターには誰一人いないですね。畜生、みんなサボって引きこもっているな。だからこの施設の従業員施設に赴いたんだけど、ここももぬけの殻だった。一体何が起きたのでしょうかね。自分もそれが不思議に思って従業員のパソコンを覗き見したんだ。そこには赤裸々に苦悩が書かれていた。月の食生活は乏しい。もう宇宙食は飽きた。美味しいものが食べたい。美味しいものが食べられるまで職務を放棄する。そんなダイニングメッセージを見つけたんだよ。絶対そんなこと書いてないだろう。だが安心しろ。みんなのために世紀末料理のフルコースを持ってきましたぞ。ガクガクブルブルー。この先に軌道エレベーターのスイッチがあるはずだ。しかし扉はパスワードロックされている。でも我はスーパーハカー。適当に入力したら解除に成功したんだ。それさっきのダイニングメッセージですよね。月の従業員のセキュリティ意識はものすごくざるだー。おっとこれは軌道エレベーターのコンソールっぽいぞ。この辺の専門知識はないんだけど、とりあえずエンジンを始動しておけばよいのかな。多分これで正解だと思いますよ。だがそれは甘かった。変な場所のハッチが開いてしまった。やばいぞ吸い込まれる。だがそれ以上にやばいこと。うわあ、世紀末料理がぐちゃぐちゃになる。こうして伝説のフードデリバリー宇宙飛行士は、世紀末料理と一緒にもみくちゃになりながら宇宙空間に放り出されたのです。そろそろ真面目に実況しろよこらー。いや月のみんな、元気してるかい？え、風船こいつ誰ですか？ああ、紹介が遅れたね。この人こそ世紀末料理の巨匠ですぞ。今回はね、月のみんなに喜んでほしくて、幸せのフォーチュンクッキーを作ってみるよ。材料はこれかな？大丈夫、怪しいものは一切使ってないはずだよ。いやどう見ても怪しい粉使ってるじゃないですか。みんなはクッキー作りに必要なものって知ってるかい？それはね、美味しいものを食べてほしいと思う真心と、そして光る謎液体だよ。いや光る液体は必要ないだろう。
そしてとりあえず適当に混ぜた種で成形していくよ。おいおい適当って言っちゃったよ。そうだな、クッキーマンの形にしてみようか。どう見ても呪いのトーテムなんだよなぁ。あとは適当に焼き上げて、そしてまんべんなく発酵成分の液体を塗りたくるんだ。どんどんグロくなってくそしてこれが完成したフォーチュンクッキーだ。うわーん、これアンフォーチュンクッキーでグロッキーマンだよー。お前食べ物で遊ぶなよなー。この後ちゃんとグールのみんなと美味しくいただきました。なんという世紀末なんだ。それじゃあ月のみんなによろしくね。ひー。畜生め、宇宙に放り出されて、巨匠の世紀末料理のほとんどを失ったが、それでもこのアンフォーチュンクッキーだけは届けたい。それが伝説のフードデリバリー宇宙飛行士ですぞ。こらー。今回の動画はすごく大手の会社の提供なのに、なんで今まで以上にふざけた動画作ってるんだよー。やべえバレた。でも酸素を補給しないと死んでしまうぞ。だからプラズマカッターで箱を開けて酸素を取り出しますぞ。これでちゃんと説明できる準備が整いましたな。今回のクライアント様はあのパソコンパーツで有名な MSI、IT メディア事業の超大手のインプレス様の紹介で引き受けましたぞ。インプレスって言えばゲームウォッチとかのウォッチ系のサイトで有名ですよね。自分もよく業務時間中にサボって見ていましたな。お前ちゃんと仕事しろよー。自分と同じように業務時間中にサボってウォッチを見るリーマン同士はいるはずだ。先生怒らないから正直に手を挙げるんだ。きっと IT 部門に君たちのログは残されているはずですぞ。それを分かった上で奴らは君たちを泳がせているんだよ。夢も希望もないこと言うなよなぁ。ということでなんとか起動エレベーターのスイッチを入れて、そしてついに月に行くことができたのです。もう普通に世紀末料理が冷めてしまってますよね。それでも無理やりにでも届けるのが伝説のフードデリバリー宇宙飛行士なんだ。そのザレ事まだ続けるのかよー。面白いことはこのゲーム、一人称のパートと三人称のパートに分かれているんだよ。このゲームはデリバース・ザ・ムーンって名前のゲームで、パソコン版とプレステ版があるんだけど、少し前にパソコン版の方で、グラフィックを大幅に向上させるパッチが入ったんだよね。ちょっと待って、風さん。今回の提供はあの MSI 様ですよね。MSI 様はゲームを作っていないはずですが、どうして提供でゲーム実況しているのですか？ああ。それはそうなんだけど、今回 MSI 様に提供いただいたのはグラフィックカード、GeForce RTX 2080 Super、ゲーミングエクストリオってやつだ。すげえ長い名前で舌を噛みそうだー。まあかなりハイエンドで良いグラボって思えばいいと思いますぞ。そしてこれがグラボの実写映像だね。でもグラボってすごく種類があると思うのですが、このグラボってどの辺に位置するモデルなのですかね。ああ、今売られてる GeForce のモデルでは上から3番目に位置するやつかな。自分は普段はこの一つ上のグラフィックカード、GeForce RTX 2080 Ti、ゲーミングエクストリオを使っているよ。普段でも MSI のグラボを使っているのですね。自分はグラボに関してはかなりの MSI 信者だからね。MSI のグラボは安くて高品質で静音でよく冷えてコスパが良いんだよ。でも GeForce の2080って2つありますよね。一つは無印のやつでもう一つがスーパーってついてるやつ。これ何が違うのですか？ああ、次世代グラフィック技術のレイトレーシング性能に影響するね。レイトレーシングを説明するのは結構ややこしくて、簡単に言えば光の反射を計算してすごく綺麗にグラフィックを表示する技術。レイトレーシングは昔からあるんだけど、処理がすごく重くて実用的じゃなかったんだ。でも NVIDIA の RTX シリーズはレイトレーシング専用のコアを搭載していて、そのコアのおかげでレイトレーシングが実用的なフレームレートで動かせて、そしてそのコアの数が多いのがスーパーってついてるモデルですぞ。無印よりスーパーの方がレイトレーシング性能が良いのですねー。そしてこのゲームに最近レイトレーシング対応のパッチが入ったんだ。だからこのゲームを実況しているのですね。まあレイトレーシングに対応してるゲームは今はまだ少ないけど、これからはどんどん増えていって標準オプションになりますぞ。あのマイクラにもレイトレオプションがついたし、風さんが楽しみにしてるサイバーパンクもレイトレ対応しますからね。マルチの対戦ゲーメインの人には不要なオプションのレイトレだけど、シングルゲーを綺麗なグラで遊びたいならこれからは必須になる感じですな。で、これがレイトレオフのグラフィックだね。光の反射が計算されてないのでガラスに何も映っていないですね。そしてこれがレイトレーシングをオンにした状態ですぞ。うわー、ガラスに不細工な風さんが映っています。畜生言わんこ踏め。まあレイトレのあるなしで全然雰囲気が変わるんだけど、レイトレは暗いゲームこそその進化を発揮して、今回のゲーム映像はレイトレーシングをオンにして最高設定で遊んでいるけど、もっとレイトレーシングを発揮できるものがあるんだ。なんですとー。そう、
それが古いゲームだ。これはクエイク2って名前の今から20年以上前の FPS。 お世辞にも今では通用しないグラフィックですよね。でも NVIDIA の技術者がこれをレイトレ対応させたんだよね。そう、これがレイトレーシングをオンにしたクエイク2だ。全然違くてくさー。そんな感じに古いゲームも大化けするレイトレーシングだけど、ゲーム側で対応しないと進化を発揮できない欠点もある。でも最近すごいものが開発されているんだよね。古いゲームでレイトレーシングに対応させるモッドが数多く作られている。興味がある人はパスカルギルチャーで検索してほしい。まだベータで導入が難しいですが、レイトレ対応のリシェーダーを開発していますぞ。すげーマニアックな話だー。ちなみに自分は今回紹介したグラボの上位機種を使っていますが、フル HD 環境なら今回紹介したグラボよりほんの少しの性能向上で収まります。Ti 以上が性能を発揮するのはフル HD 以上の解像度からだね。ネイティブ 4K で高フレームレートで遊ぶにはもう少し時間がかかりそうなので、フル HD ならスーパーがあれば十分だと思いますぞ。スーパーなら10万以下で収まりますからね。それ以上のモデルは余裕で10万を超えるグラボになるからね。料理もグラボも光るやつがかっこいい。今回紹介したグラボのスペックはこんな感じ。動画説明欄に詳細を記載しますので、気になる人はチェックしましょう。ありがとうございましたー。でんで、自分が MSI を押す理由、それはアフターバーナーが使えるから。アフターバーナーはフレームレート値や GPU や CPU の温度や使用率をゲーム画面上に表示してくれる便利なソフト。自己責任にはなるけどオーバークロックも簡単にできるんだ。でもアフターバーナーって MSI 以外のグラボでも使えますよね。こらー。ということで話は脱線したけどゲームに戻りますか。お前提供のメイン部分を脱線で済ますなよなー。ひー。おっとなんかエコーが作動したぞ。デビジョンでいう過去の階層みたいなものですよね。でも従業員同士で揉めてるみたいですよ。ああ、とうとう彼らの空腹がピークに達したんだな。大丈夫、君たちのためについに世紀末料理が到着したんだ。これを食べて幸せな気持ちになるんだよ。絶対に違うんだよなー。ほら、お前が食べろよって揉めてますよ。いや巨匠の料理だぞ。そんなことはないはずだ。ジェフーさん、従業員が刃物を取り出しましたよ。うわあ、世紀末料理の押し付け合いで殺傷事件が起きましたよー。マジかよ。畜生、こんな美味しい料理なのに。お前の頭は大丈夫ですかー。やばい、刺された従業員が死にそうだ。おい、魚醤が作ったキノコスープを飲んで元気を出すんだ。うわあ、どう見てもこれフェラルグールの匂いがする不快を再現してるじゃんかよ。こんなの飲ませて従業員のとどめを刺すなー。そしてお前そろそろ真面目にこのゲームの説明しろー。やべー、ワンコフがマジでガチ切れした。ということで最後にこのゲームについて簡単に説明するね。このゲームの名前はデリバースザムーン。パズル要素のあるギミックを解いてストーリーを楽しむアドベンチャーゲームだ。そして簡単なあらすじなんだけど、ある事件で無人となった月の施設を復旧するために、地球より派遣された宇宙エンジニアが奮闘して、そして事件の真相を探る話で、決して動画みたいなふざけたストーリーではないのでご安心していただきたい。そんなのみんな最初からわかっているよー。ちなみにこのゲームには戦闘要素はありません。純粋にストーリーと詳細に作り込まれた宇宙基地とコーデックを楽しむゲームです。本当に基地の作り込みはすごいですよね。ロケットの内部もかなり作り込まれていましたな。制作会社はオランダの若きインディースタジオ、ケヨウケンインタラクティブ。このゲームが一作目になって、そしてキックスターターで資金を得て完成させたんだね。結構泣けるストーリーとリアルな宇宙の表現で、Steam の評価は非常に好評だったよ。値段もそんなには高くはないので、地球の奴らが月に親し打ちと愚かさを知りたいなら、ぜひこのゲームを遊んでみましょう。動画説明欄にこのゲームの詳細を記載しますので、気になる人はチェックしましょう。お前こんないいゲームを妄想で怪我しやがってー。いかがだったでしょうか。そろそろ次世代のグラボの足音が聞こえてきそうですが、適正価格で買える今までの傾向を考えると、今 RTX20 シリーズを買っても全然損じゃないと思います。ちなみに自分がおすすめするグラボはオリジナルファンモデルです。NVIDIA のグラボはいろいろなメーカーから出ていますが、基本的に2つのモデルがあります。一つは NVIDIA が設計したファンのモデルです。これをリファレンスモデルっていうのですが、リファレンスモデルは安定動作させるために、通常より動作クロックが低かったり、あと意外とファンがうるさかったり冷えなかったりします。だから自分はオリジナルファンモデルをおすすめします。これは各種メーカーが独自に設計するモデルのことで、リファレンスモデルが出てから1、2ヶ月後くらいに市場に出ますね。
こっちの方がリファレンスより性能が良くて静音なものが多いのでおすすめなのです。値段もそんなには変わりませんからね。ちなみに謎ゲーをいっぱい遊びたい人は、NVIDIA のグラボを買った方が幸せになるでしょう。開発中のゲームとか NVIDIA で最適化されてるやつが多くて、AMD のグラボだと思ったより性能が出ないことがよくあります。だから謎ゲーも大手のゲームも遊びたいなら NVIDIA は相当に有力な候補です。どちらにしても MSI のグラボはおすすめです。この動画が面白いと思ってくれた MSI の同士よ。ぜひとも高評価な応援をお待ちしておりますぞ。それでは皆さん、またねー。